どうも、速会時期の久保でございます。今日は6月13日深夜2時です。30分ほど前に起きまして、これから FX のことをね、ああでもない、こうでもないとまとめていって、そして5分から10分のまたね、配信に変えようかと思うんですけども、まあ本当にね、あのオリガルヒの方にご参加いただいた方、本当にありがとうございます。そして、まあギリギリまで決断を真剣にしてくださった方。で、その結果残念ながらね、 まあオリガルヒーには参加しないけども FX はやっていきたいという決断もそれもまた一つです、はい、まずはね私がこの FX オリガルヒっていうのを始めた時に FX のオリガルヒーに参加するという決断をするのも参加せずにやると決断するのもこれも投資の一部ですからね人生には時間がかけられていてどんなものに時間をかけるのかによってそこから取り出せるリターンが変わってきます一つには FX もしくは投資いやビジネスをするのもいいでしょうしどっかにお勤めになるのもいいでしょうそれで最大限の自分の人生のリターンが得れると踏んでいて本当にそうなればいいですよねでも全ては不確定ですどうなるかは分かりませんいやもっと言ったらね自分がどうするかなんですよ自分がね誰かから正解が来るのを待っていては それはまがいものである可能性もあるし、そもそもそれが正解かどうか見抜けませんよね。だから自分がこうであるに違いないという方向に、自らの足で一歩を踏み出すしかないんですよね。その一歩の踏み出しが、オリガルヒなのかもしれませんし、FX なのかもしれないし、もしかしたらそうではない道にあるのかもしれません。それは私の目から見えません。ただ、私の人生の中には FX が三千と抱えていて、そして同じようにですね、 もう体力もそんなにないよとこれから新しい勉強をするのも限られてる時間が限られてるよとそして莫大な資金もないんで大きな不動産投資のほか大きな利りの投資もなかなかできない暗号通貨も難しいこれから YouTuber になるのもちょっと酷な話だよねアフィリエイトもなんか状況悪いみたいじゃないこれから SEO とかは勉強するのも苦しいよね一番バランスが取れてるのが FX じゃないですかね なぜなら YouTube にしても転売にしてもそれから不動産にしてもね読みにくいしこれからいろんなトレンド変わってきます状況変わってきますでも FX って何百年か前に編み出されたテクニカルというものがいまだに変わらずに通用するんですよこれから何百年先か分かりませんけども少なくとも私たちが生きてる間にはこのテクニカル理論というのは FX の世界では変わらないと思うんですね じゃあその変わらないテクニカルというものを身につけてお金の問題がクリアできるんだったらどうでしょうか私は小学校中学校高校大学そして英会話スクール NOVA こういったのを通じて英語を学んできましたけどいまだに身についてませんおそらく20年以上かけてるのに英語一つ身についてないんですよでも FX によってお金を稼ぐっていうのはほんとわずか23年です、うん、そう考えたら十分自分の人生を投じる意味はあったかなと思いますしお金の問題を全部解決できる方法が FX にあるとしたら結果ダメでもやってみる意義あるなと思いましたねその他にどうしてもいい方法は見つかりませんでしたもちろん3年で1億円以上のお金を もたたらしてくれたアフィリエイトこれはすごいなと思いましたけどもまさに2023年のあのタイミングだったから良かったのかもしれません今アフィリエイトが成熟してしまえば新規参入でどうにかなるような問題ではないですね新規参入でたった一人で大きなマーケットに立ち向かえるとしたらこの FX しかないんじゃないかなとやっぱり思いますねそういう意味で本当にこのね FX に 意義を見出してくださった方、そして私がずっと公開で FX をやってきたこれに可能性を見出してくださった方一つやってみませんか一緒に気合い入りますよねで一般公開の FX はもうほとんどできなくなると思いますその代わりオリガルヒに参加された方に最大限私はね振り切っていこうと思いますということでこんな時間に動画を撮っておりますけどね じゃあ、ここまで2週間折りガる日の動画をですね一般公開してきましたけども今週からピタッと止まりますそしてこのレベルでやっていきますからねすでに折りガる日始まってます利益を何十万と出された方も100万円を超えて200万に迫る勢いで利益を出された方もおりますこの2週間ですよこうやって人生って自分で変えていくんですよ 私の素材が著しくいいわけじゃないんですよ。受け取る人の力量の問題もあります。そしてその力量が大きくても、最初はあまり結果が出ないかもしれません。でも、変わり始めたことは間違いないです。それではこれから、長い道のりでありますけど、ついてきてください。じゃ